つき。さ、いちかも花火しましょうよ。ミク、そこにある花火取ってください。うん。はい。まあ遠くありません。じゃあ本格的に始めよっか、みんな。ごめん、私の勝手でこんなことになっちゃって本当にごめんね。そんなに謝らなくても。まあ反省してるんだし。まったくよ、なんで連絡くれなかったのよ。今回の原因の一端はあんたにあるわ。あと目的地を伝え忘れた私も悪い。私は自分の方向音痴に嫌気がさしました。私も今回は失敗ばかり。よくわかりませんが、私も悪かったということで屋台ばっかり見てしまったので。みんな。はい、あんたの分。お母さんがよく言ってましたね。誰かの失敗は5人で乗り越えること、誰かの幸せは5人で分かち合うこと。喜びも悲しみも怒りも慈しみも、私たち全員で5等分ですから。待てよ、あいつら花火をしている。ライハー満足して寝てる。俺帰ってもいいんじゃね。こんな時間になっちまったが、自習再開だ。